Alright guys, back to another episode of Hotel Eurasia. Yes, no commentary from that last episode because of personal reasons. Yeah, we just finally made it to the tower after defeating a big-ass dragon, which was so much tough that I actually had to reset the game so many times. But yeah, we're gonna explore a lot of this tower. Yeah, big-ass tower. Before we head climb up because, you know, materials, so... If you guys want to skip all that, you guys can, like, skip towards the head of the video. Yeah, you can easily tell these are gonna be stupid type enemies. はい、これ。僕、薬草の知識なら少しはあるんだよ。知ってるよね。I don't see any materials here. Just can't jump from there. Physics game. Yeah, I really want to rush this before so I could finally play the second game. At least they give you a lot of gold, which is a good thing at least. But Jesus. Yeah, we still don't have this thing. Yeah. Even so far. But I feel like we need to get more stronger. そのままで使っても薬になりそうだけど、ここから調合でちゃんとした薬にしたいね。よーいしょ。糸って結構貴重品だよね。作るの大変だよ。よーいしょ。So many damn fairies. そこだ。行くよ。くらえ。行くぞ。行くよ。シルバー。くらえ。そこだ。行くよ。先陣を切る。リラ、頼むぞ。そこだ。くらえ。行くぞ。ライザ、やってみろ。いつでもそこだ。行くよ。そこだ。行くよ。行くぞ。アンペルさん。アンペル。行くぞ。いつもだ。そこだ。そこだ。行くよ。そこだ。そこだ。そこだ。ライザ、チャンスだ。ライザ、行くよ。やってみろ。行くよ。そこだ。行くぞ。くらえ。これを。行くぞ。くらえ、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 リラ、頼むぞ。まだまだいけそうだね。I'm curious what we can actually make with this, with these materials so far. Like, this is only the first area of many. So you know it's gonna be a pain in the ass.
何の植物かよくわからないけど。やあ、宝石だ。綺麗だね。調合材料にするのは気が引けるけど、これも錬金術のため。ほら、薬の材料だ。なかなか。Jesus, what a battle. Yet we're still not done with this area. Fuck me.これが薬の材料ってわけか。俺もこの辺を詳しくなっておいた方が良さそうだな。やあ！さあ始めようか。かじるだけでも多少の薬効があると聞いたことがある。薬になる材料っていろいろあるんだね。知らなかった。よし、あった。一気にやっちゃおう。どこに行くんだ？よし、行くぞ。Head inside the tower as a start. さて、お目当てのものは見つかるかね。やあ！ Oh boy. 大事に使わせてもらおう。Put a blast right here.これは。この塔で戦った兵隊が書き残したものみたいだ。もう時間がない。あの恐ろしい魔物との戦いはあっという間に始まり終わろうとしている。俺は街道を警備する一兵卒でしかない。なのにどこの悪党がどんな大罪を犯せばあんな光景を引き起こせるんだ。黄金の麦畑も緑の丘も白い石畳も全て、その踏みにじる足が今この塔に届きつつある。神よ、せめて避難のため別れた妻と子にご加護を。ここで終わってる。Big area, boys. 一気にやっちゃおう。宝石だろこれ。売って小遣いにしようぜ。でも買ってくれる人がいねえか。宝石か。さあ始めようか。いざいざ。行くぞ行くぞ。ちょっとだ。やってみろ。行くぞ。ちょっとだ。行くぞ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 。くらえ。行くぞ。くらえ。どんどん進もう。まだまだ強くなるよ。よいしょ。これ生臭いな。もう必要なら集めるけどさ。People tell me the rare materials come here, at least, which is pretty interesting. But at the same time, I want to make it to the checkpoint. But all these enemies are the bane of me. 油断はするなよ。よーいしょ。宝石か。私は特に興味はないな。よし、あった。水は錬金術の最も基本となる素材だ。どれだけあっても困らないだろう。
nothing too special, at least. There's like an enemy for each area. Yep! 油断はするなよ。そこそこ高い階級の騎士が書いた人中日記だな。ついにリーゼ教国の関門が破られてしまった。我々に残されたのはこのピオニール政党のみ。もう竜は来ない。東の城で戦力を浪費しすぎた。撤退に逆転は可能だ。我々が戦っているのは女王を率いる敵の主力だ。頭、それに敵主力をこの塔に引きつけることで領民の避難する時間と隙を作ることができる。これぞ騎士の本懐、剣の献身だ。この上は一匹でも多く敵を倒してみせよう。この後のページは破られているな。一体何を書いたのか。The tower is too huge. 錬金術はしっかりとした学問だが、それでも神秘の力に頼ることは多い。これも役に立つだろう。あった。The stuff we're collecting right now. But the question is, do I even care to like?僕はこれは何か神秘的な力がありそうだって思えるよ。本当にあるかどうかわからないけど。じゃあ、よーしょ。大きい材料なら俺の剣で細かくするか。こいつには俺でも神秘的なものを感じるな。書式からしてこの人は貴族なのかな。異界で息子が、腕の中で妻が、そして今私も。領地が、町が、領民が魔物に踏みにじられるのを眺めていた。王家の命とはいえ、奇怪な門を領内に建造し、一時の繁栄、救いの手立てをまた錬金術に頼るしかないとは、なんと惨めで。こペンが横に滑ってる。多分この人ここまで書いて。中身はなんだ。よーしょ。よし、あった。よーしょ。What if we died? Wouldn't that be hilarious? これだけあれば足りるかな。Wouldn't that be hilarious if you just die right now? よっ、なかなか手ごわそうだ。そこだ。行くよ。行くぞ。行くぞ。ライザー、やってみろ。くらえ。くらえ。ライザー、チャンスだ。行くよ。行くぞ。行くぞ。くらえ。そこだ。連射。行くぞ。行くぞ。そこだ。くらえ。連射。そこだ。くらえ。そこだ。くらえ。ライザー、
やってみろ。ライザ、チャンスだ。いったー。くらえ。それそれ。行くぞ。そこだ。そこだ。行くぞ。くらえ。行くよ。くらえ。そこだ。そこだ。そこだ。アンペルさん。まだいけるぞ。そこだ。行くぞ。くらえ。一気に畳みかけるよ。当たると痛いよ。くらえ。ライザ、やってみろ。そこだ。ライザ、チャンスだ。行くぞ。私が行こう。くらえ。そこだ。くらえ。くらえ。当たると痛いよ。そこだ。そこだ。そこだ。行くぞ。くらえ。行くぞ。そこだ。そこだ。行くぞ。くらえ。敵を貫け。ライザ、チャンスだ。くらえ。まだまだいけそうだね。Uses his enemies though. Was it worth it though? Was it worth it? I don't know, man. He got me above the tower at least.すごく大きな結晶。村から時折キラキラ光って見えてたのってこれだったんだね。どう？やっぱり塔の頂上は感慨深い。レント？ここから見下ろした光景が全部フィルフサの軍勢だった時の絶望ってどれだけ大きかったんだろう。私たちが絶対そうさせない。まずはそれを心に決めて。そうだな。よし、まずは頑張って。ここが最上階だ。重要なものがある可能性は高い。しっかAlright. What else do we have to find? ここにもフィルフサに踏み荒らされたっぽい跡が残ってるね。そんな状態ってことは、ここにいた人たちは当然誰一人生き残りはいないだろうな。陥落した城塞跡なんてそんなものだ。相手がフィルフサならなおさらだ。瓦礫の下にこんなものが。これはクリント王国の遺跡で稀に使われる形式の鍵だな。うん、ボロボロだけどすごい力が込められてる。すごく小さく刻んである文字は中に入る仕掛けか。確かに鍵っぽいけどどこに入るものだろう。ん？鍵のあったところに。これは巻物、いや封書か。うん、この紋章は。紋章がどうかしたの？ああ、こいつはクリント王国の高位錬金術師だけが用いる紋章だ。署名は南フルークスター管区長の役職名だけだ。この辺り一帯を取り仕切ってた錬金術師だろう。文書の内容は？そうせくな。本書は未練の遺言なり。
うさんくさいまじないと侮られ続けた我らが錬金術は、長き時をかけ王国の中心となる地位を得た。我らは王国の力となり、光となり、糧となった。死を呼ぶ病となった。我らは異界より資源を得、各地に門を築き、王国に大いなる我らはそのために自らの両親を眠らせた。友人らの森から水を奪い、軍勢を引き入れた。彼らの聖地から資源を奪い続けた我らに、やがて天罰が下った。虫歯みの女王がフィルフサを引き連れ来た。我らにできたのは、研究施設だった塔を用い、フィルフサをおびき寄せる波長を放射することで、領民が避難する時間を稼ぐ。ただそれだけ。あれほどに満ちていた力も、光も、糧も、すべて消え失せた。誇りも英知も剣も鎧も、いつしか。王国と民衆、そして我ら自身に降りかかる死の病となり果てた。すべては我らの罪。何を勝手な。リラさん、この遺言を読む誰かに我が未練を託したい。我らのせめてもの抗いが成就したかどうかを。この地より南方の汽水湖上に我らの建造した人工島がある。偶然緊急避難の役に立った。え？へえ。南方の汽水湖、建造した人工島。 Wait a second, don't tell me we have to go to an island? その名を空剣という。 Oh, Kirken Island. 空剣島、私たちの住む。どうかここを訪れてほしい。未だここに住まう人があれば訪ねてほしい。なんだか妙な方向に話が進んでしまったな。お前にとっては座りが悪い話だったかもしれん。構わん。どう悔いたとして、何を語ったとして、奴らを許さないという私の心は変わらない。そこは私も一緒だな。私は悪事を犯す錬金術師が気に食わない。だからその行為に抗う。こいつは意地ってやつだ。相手が結構なことだ。多少の道場でフラフラされては、旅の連れとしてたまったものではないからな。やれやれ、連れならもう少し言い方ってものを考えてくれてもいいんじゃないか。それも変える気はない。アンペルさん、リラさん、そろそろ出発するよ。わかった。さて、行くか。ああ、どこの誰とも知らん悪党さんよ。島の連中は息災だぜ。ここにやってくるほどにな。何が起こるか楽しみだな。 Well, yes, that's everything in this damn tower, isn't there?なんだか神秘的。いろんな調合に使えそうな予感がするよ。Plus, there's a treasure chest there.
I feel like we are gonna. 一気にやっちゃおう。くらえ。くらえ。ライザ、チャンスだ。くらえ。ライザ、やってみろ。行くぞ。そこだ。くらえ。どこに行く？ Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. よし、行くぞ。落ち着いて考えてみてもとんでもない話すぎて当事者のはずなのに全然ピンとこないよね。村の水源が古式ヒグの次は住んでる島が人工島だもんな。おとぎ話も軽く飛び越えちまってるぜ。ライザたち島の人もフィルフサの大侵攻から逃れたクリント王国の人たちの子孫なんだね。遺跡だらけの島に住んでいたんだ。さすがに無関係とは思っていなかったのだろう。さすがに昔と今はなかなかつながらないよ。私たちはクリント王国のことは何も知らないし。ああ、むしろ関係してるのは嫌な気分だよ。オーレン族の人たちにしたことを思えばさ。余計な気は回さなくていい。お前たちはお前たちだ。むしろその関わりを実感できない理由の方に私は興味があるな。竜に悪魔、禁足地、恐れるものや決まり事ばかり多いくせに具体的な伝承がほぼないのは前から奇妙に思っていた。理由が分かったの？あくまで推測だが、前にも話した通り、王国は滅亡の時まで門や大侵攻の記録を抹消して回っていた。国の秘密とかそういうやつか。巻き返す日でも夢見てたのかね、往生際の悪い。それら情報操作と襲われた実体験が歳月を経るうちに混じり合って一つの方向に凝り固まったんだろう。つまりは島の外に対する固くなすぎるほどの忌避だ。なるほど。とにかく何が何でもダメ、島の外に出るな、閉じこもっていろって考え方か。ようやく今とつながる実感が湧いたかな。結局はレントの言った通り嫌な気分だけど。まあ、ご先祖を救った島もクリント王国が作ったんだ。その分くらいは感謝してもいいだろう。それだって自業自得の自作自演だと思うけどね。ねえライザ、次はあの遺言と一緒に見つけた鍵で島を調べるんだよね。うん、とりあえず島にある遺跡を回って鍵が使えそうなところがないか探してみるつもり。中に入る仕掛けって書いてあったし、入るならあの人工。どうかしたのかタオ。島のことなら僕も気になることがあるから家で調べ物をしててもいいかな。To get your research, do we? あの島はそれこそ遺跡の塊みたいなものだが、調べる心当たりはあるのか？ありすぎるというか、本当どこもかしこも遺跡だらけで。アンペルさんはモリッツさんに文句言われたから。ああ、ブルネン家の周りはまだ手つかずだ。そういえば以前そこに何かあると言っていたな。あそこには古い建物とか石碑とか。いろいろあるんだよ。島で。なるほど。見てみる必要はありそうだ。今なら調べに行くのも難しくないだろう。The man-made island. Yikers.
何作っちゃおうかな。I think you can also like make some interesting stuff with the stuff we have right now. The question どこに入れようかな。Will it even be worth it?